せんにだ。今日は何をするかって言ったら、여기가어디냐면本殿にだ。イエーイ、めっちゃ久しぶりの本殿で、今日は視聴者のこと本殿で遊ぶということで、早速本殿の入り口らへんみたいなところ来たんやけど、バス乗り場変わっとんよね、いろいろ。え、てかカカオめっちゃ可愛くない？え、ちょっとカカオもチラ見行こう。カカオフリンズ、カカオフリンズはやっぱりねあんな可愛いキャラクターが不倫するわけないもん人多いね、昼なのに。都会やね。入ってみよう。うわー、ええ匂いする。え、可愛い魚魚魚魚魚魚。え、でこれ誰？初めましてのキャラクターが多いかもね。パジャマ可愛い。でもなんか韓国のね、カカオ熱ってなんか冷めた気せん。前なんか一時やばかったよね。え、キャラクターめっちゃ変わっとんやけど。ねえねえ、うわ、え、これ欲しい。いや、私ここの部分だけ欲しいよね。前系のこの人もおる。ライアン、ライアン、ライアン、ライアン。暑い。うわ、ここの通り懐かしいな。いつもここ通って本で行きよったわ。9番出口から左に曲がってみたいな。え、待って、みんな見て、私の大好きなウヨンがあそこにおるよ。マジでイサハンピョノさん見てない人は絶対見るべき。マジでおもろい。わーい、本でに着きました。本でってさ、 K-POP の音楽がガンガン流れてるけんさ、テンション上がる。こちら本でです。あ、でもそんなに人多くなくない？昼やけんっていうのもあるかもしれんけど、でもバスキンってこんな早い時間からやってないんか。え、何ここ、こんな店できとったん？ S マーケット。今3時半やけん、ちょっとバスキンとかはまだやってないかもしれんのやけど、え、なんかめっちゃゴリラおるよ。え、やばえ、ゴリラ専門店なのかな。そんなゴリラの肉とか、楽しいねえ、バスキンしてないけど、私らがバスキン始める。え、嘘、ウーっつった、ヨンっつった、ウーって言ったらもらえるのかウーっつった、ヨンっつった、ウーヨンっつった、クーっつったらラミージュンジュン。はい、着きました。はーい、ほんでほんで、何ここ、写真スポットみたいな、こんなんできたん。やば、あ、でも人全然おらんやん。ねえ、かわいい。え、めっちゃかわいくない？え、お揃いのスマホケース買おうや。ねえ、花めっちゃかわいい。てかなんか前の本でから考えたら、ここに人が歩いてないっていうのがなんかすごい違和感。服とかも売りよる。昔服ここで買いよったわ、夏。これかわいくない？めっちゃかわいいです。ドロボイップじゃないわ。いいね、花花じゅっか。大丈夫いらん、大丈夫、遠慮してんだよ。大丈夫、大丈夫。え、これ可愛いと思ったんやけどな。友達とお揃いで買ってたんか。え、可愛くない？ここ、え、ここ可愛い、可愛い。でも丈短っ。いや、私こういう色大好きなんやってマラソンしてそう。え、帽子可愛い。え、可愛い帽子、なんかブランドっぽい、ね、ブランドっぽいよね。2800円、そんなに切ってない。釣りのおじさん、綺麗やってそうやな。可愛いこれ。可愛いってどうやって切るん？可愛い。マジ好きなんやけど。めっちゃ可愛い。可愛いよね。え、ね、これ可愛い。ね、でも私身長低いけんさ。これも可愛い。え、これ可愛くない？可愛いよね。足引こずしそうやな。この店穴場、穴場だった。安いし可愛いし。高見えじゃない？買い物できた、イエーイ。なんか本でここの道端にでなんか出とる服より、地下に降りていって買うみたいな服の方が可愛いやつあるし、路上に出とるやつってちょっとボロかったりするけんさ。ねえさ、そんなんさ、え、今これが流行ったん、こういうのが。これにタオルみたいな、よく見える。もう風吹いたらお腹見えるやん。ここの店、当たり障りのないデザインと当たり障りのない値段。え、可愛いね。え、って似てない？似てないこれ。ここで買ったん。え、可愛い。欲しくならん、人が来とったら。みんなノリノリやね。こういうの大好き。可愛いですね。韓国今さ、なんかトイレのスリッパみたいなスリッパ流行ってない？トイレのスリッパですか？うん。え、可愛いこれ。可愛くない？可愛いです。3290円。
っぽい、ね、ブランドっぽくないこれ、あ、よくないこういうブランド、かわいい、かわいい、みそちゃんっぽい、かわいいこれ。なんかプリクラ屋さんめっちゃ多くない？増えましたね、よく見る。うん、やばくやばいやん、潰れた潰れた。え、でもあるのは、え、でもさ、人形たち誰もおらん、何があったんやろ、ガラガラすぎて。え、これ店やりよりよね。なんかちっちゃい声になるけど、やりよりよる店。かわいい。値段高い？1800円。さっきのところめっちゃ当たりだったことない？最近さ、なんか真ん中に文字あえて寄せとんの流行ったんかな、みんなあるやん。1800円、おお、同じぐらい、かわいい。普通にワンピースっていいよね、夏。いいですよ、私かわいい、かわいいね、あのアレのモノマネみたいな。モノマネ普通にかわいいね、ここもプリクラ屋さんになっとる。フォトショップみたいな、え、普通の空間だって、上に服屋さんみたいな。ちょっと行ってみようや、ペヨンさんがおる。こんにちは、今ノルディ行きたいんだけど、可愛くない？これ弟のお土産に。ノルディでも船にかな、最近ノルディより見ないです、マルディが多くない？え、でもこれ色かわいい、え、かわいい、これかわいいですね。ね、何色がいい？これ？うん、これでいいや。ラジロです、ね、ラジロなんですね。なんかさ、たまにさ、私たちが外国人でよかったらさ、気使って英語で話してくれるし、え、わかります、逆にわからないやって。え？ってならん？あれ、あるあるよ、マジで。優しそうなんよね、相手のね。めっちゃわかります。喜んでくれるかな、これ絶対喜ぶと思う。やった、ここママ3回言わそう。え、一人もいないです。え、やばくない？昔とかここやばかったよ。日本人もめっちゃ多かったし、韓国人もめっちゃ多かったし、なんか辛いな。壁可愛くない？壁。可愛いね。壁。インキュインキ。え、待って。私の好きなブランドここ入っとったやつ。え、そうなんですか。ここなってる。いやー。なんかこのなんかちょっと裏に入ったらもうほぼないです。消えとる。どうしたらいいの？私たちで今ハマってるクジラ。クジラ、え、これサメじゃない？サメっぽいですね。え、トマトライブラリー知ってる？ね、なんか安いところで有名やない？久しぶりやん。で、ここ人ガラガラやん。カップルがイチャイチャする場所みたいな。え、トマト潰れたん？トマト潰れたん？え？痛い。え？え？トマト潰れたんやけど。え？すっからかんになってる。やば。え？やば。コロナの期間に何があったんっていうぐらい、なんかいろんなとこ潰れてるけん、ちょっと寂しいんやけど。キャー、ピンスト。レモネードとか飲めるんや。大人やね。グラスがなんか研究してそうな。玄関みたいな。乾杯。キャー。生き返るわ。これ絶対美味しいよ。え、ちょっと、うまっ、うん、下の氷がやばいわ。うまっ、ね、歩いた後やっぱこういうの食べたくなるよね。美味しい。え、てかイチゴってこの時期なのかな。春じゃないですか。どっから集めてきたんだろうこれ。確かにね、こんなにもいっぱい。自分で育てようかな、あの人。え、彼氏と喧嘩したりする？え、めっちゃします。韓国語で負けん？なんか喧嘩したら喋らなくなるタイプ。一番怖いやつやん。どこの国におっても怖いやつやん。めんどくさーと思って。うん。黙る。黙るやつ一番怖い。韓国人とそういう言い合いになった時に勝てるわけないやんか。え、怖いですよね。うん、泣いたよ。もう泣くしかなかった。ね、そういう喧嘩の場面で韓国語を間違えたくないやん。やけんさ、頭の中で言おうと考えて言おうとしよったら時間かかるやんか。私が言おうとした時に相手がピョーンって入ってくるけんさ、泣くしか、早口じゃし、うん、泣くしかなかった。韓国のタクシーなんてさ、怖い。もう着いた瞬間さ、計算を早くしてさ、降りろ感。あ、すみだ。カード準備してますもんね。そう、ちょっとそろそろ着きそうやなっていう時、あ、カード準備してる。で、カードでピーってやったらすぐ危なーって思う。
グーって言って出る。私とかも最初めっちゃ怖かった。バスやばいよね。乗ろうとしとってこうやって待っちゃって、ちょっとでもなんていうの、遅れたら乗ろうとしとったバスがピュンって行ったりする。降りる準備しとかな。行きますよね。行くけんさ。そのくせに時間にいるんじゃない。ちょっと私これつけとんの忘れとった。偉い店員さんと見合うなって思ったんですけど。ピアノカフェって言ってピアノもあるし太鼓もあるし、今ホンデに人がおらなさすぎて全部穴場に感じる。カフェ出て外行っとったら普通にバスキンやりよるわ。だったわ。なんか多分もうちょっと夜遅くなったらここでダンスなんかめっちゃやりよったりみたいなすると思うんやけど、最近流行っとる春フィルムらしい。漏れるん、え、撮ってみる、漏れるんかな。照明写真フォトブース、え、行ってみようや。最近このなんかフォトブースみたいなやつが韓国で流行ってるらしくて、で韓国の中ではめっちゃ漏れるで有名らしいんやけど、日本人はプリクラが慣れとるけん全然なんか漏れるとかではないけど、いい感じのやつらしい。え、クジラおるよ、私たちの大好きなウヨン。なんかでもなんか可愛いやつない、なくない、取られとるね全部。あ、やば、なんか古くない。プリと先に食べた。あ、やばい、めっちゃ急に来るやん、めっちゃ急に来るやん。3、2、1。めっちゃ取らされる。めっちゃ取らされたよ。あ、撮影してる時にさ、店員さん入ってくるとかマジおもろない。びっくりしたんやけど。あ、出てきた、髪の毛青、やば、え、やんてやん、映えとは。ゲーおーい。店員入ってくるのマジで、店員さんの声えらい聞こえるなと思って。私隣におった。おそろい。はい、今日もこんな感じで視聴者さんと本で遊ぶっていう企画だったんですけど、どうだったかでしょうか。めっちゃ楽しかったし、久しぶりに本で行ったらなんかちょっと寂しい思いもしたんですけど、いろいろ懐かしい感情とか思い出して、また韓国いっぱい遊びに行きたいなって思いました。本でもっと夜になったらバスキンとかもっと間髪的になってダンスとか見れると思うので、もしよかったら皆さんも来てみてください。以上、みそでした。バイバーイ。バイバーイ。